僕の名前はゆき。4年前に妻の翔子と結婚し、僕たちは共働きなので家事を分担するなど二人で協力をしながら生活していたのですが、最近翔子の様子がおかしいのです。最初に感じた違和感は、翔子の携帯にロックがかかっていたこと。最初はあまり気にしていなかったのですが、次第に夫婦生活を断られるようになったり、行動や言動に違和感を感じることが増えていったので、僕は翔子がお風呂に入っている時に携帯を覗いてみることに。携帯には相変わらずロックがかかっていたけれど、暗証番号は簡単に想像できるものだったので、あっさり解除できました。中身を見てみると、コージという男とのやりとりを発見。どうやら僕が違和感を感じ始めた数ヶ月前から連絡を取り始めたようで、最初こそ、これ以上はもうやめてくださいと拒んでいる内容でしたが、次第に、次はいつ会える？という内容に変わっていて、写真フォルダの中には行為中の写真や動画まで保存されていて、僕は頭を鈍器で殴られたような衝撃を受けました。正直気持ち悪かったのですが、自分の気持ちを押し殺して証拠を自分の PC へ保存。そしてお風呂から上がった証拠となるべく普通通りに接するように心がけてはいましたが、気を抜くとすぐにでも怒りが爆発しそうだった僕は、翌日更新所へ行き、10日分の調査を依頼しました。しかし4日後、更新所から連絡があって、なんとこの4日間毎日コージが家に来ているらしく、行為の声なども外まで聞こえているそうで、完全に黒なんだそう。明らかな証拠は大方確保できました。相手の素性も調べたのですが、ちょっと。と言葉を濁されたので、何か問題があるんですか？と聞くと、更新所の方が、それが、この方、A 社の社長の息子さんなんです。今までも数々の問題を起こしてきていて、警察沙汰になるようなこともあったのですが、すべて父親が手を回して、うやむやにしてきたようなんです。被害に遭った女性もかなりの数いるようですし、戦ってもあんまりいい結果は望めないかもしれませんよ。と教えてくれました。しかし僕はその話を聞いて、さらに怒りが高まってしまい、更新所の方に弁護士さんを紹介してもらって、すぐに弁護士さんに相談に向かいました。事情を説明し、工事を徹底的に懲らしめたいと伝えると、弁護士さんからも、相手は大企業の御曹司なんですよね、やりすぎると何をされるかわかりませんよと言われたけれど、僕の意思は変わりません。僕は分かっています。でも二人が立ち直れなくなるまで懲らしめたいんです。なんとかお力を貸していただけませんかと言うと、弁護士さんは了承してくれ、二人を徹底的に懲らしめる方法を考えてくれました。それから僕は弁護士さんの提案で、まず家の近くに物件を借り、翔子が仕事に行っている間に少しずつ荷物を移動。ある程度荷物を移動し終わった頃に、弁護士さんにお願いして、翔子と浩二、それぞれの実家に内容証明を送付しました。そして僕はダイニングテーブルの上に結婚指輪と離婚届、さらに更新所の調査報告書を置いて家を出ていくと、その日の夜、仕事から帰ってきたであろう翔子からすごい数の電話がかかってきましたが、僕は完全に無視。あまりに僕が電話に出ないからか、しばらくすると義実家から電話がかかってきて、義父が、ゆうきくん、内容証明見たよ。証拠から話も聞いた。この度は、うちの娘が本当に申し訳なかった。証拠とは離婚するつもりなんだね。
どうだろう。その前に一回私と話をしないか。と言われたけれど、僕が、すみませんが、お断りします。僕、翔子を許すつもりがないんです。と言うと、義父は、そうか。今回のことは全面的に翔子が悪いのだから、私たちは、君の気が済むように協力するよ。何でも言ってくれ。と言ってくれ、僕は本当にありがたいと思いました。内容証明は、工事の実家にも届いたようで、弁護士さんから、工事さんのご両親から直接会って謝罪したいと連絡がありましたが、どうしますか?と電話がかかってきました。僕が了承したため、後日弁護士事務所で会ったのですが、工事の両親は僕の顔を見るなり土下座をして、この度はうちの息子がご迷惑をおかけして、大変申し訳ございません。慰謝料もきちんとお支払いいたしますので、このことは何とかご内密にお願いできないでしょうか。と言ってきたのです。工事の親はそう言うだろうと思っていた僕は、とりあえず頭を上げてください。僕は工事さん本人に罪を償っていただきたいんであって、ご両親に謝ってほしいわけじゃないんです。と言ったのですが、工事の両親は、お恥ずかしい話なのですが、あの子はもう私たちの手には負えないんです。なので、直接謝罪するように説得しても応じるかどうか。と言ってきたので、僕は工事の両親に、じゃあ、内緒にする代わりに、工事さんをボコボコにしてもいいですか?自分で慰謝料も払わない。謝罪もしないじゃ、僕の気持ちが収まらないんですよ。と言うと、工事の両親は了承してくれたので、僕は弁護士さんに、もし僕が逮捕されたら、その時はお願いしますね。と言って、翔子に電話をかけました。しかし、なぜか電話に出たのは男。この状況的に、電話の相手は工事でしょう。この後に及んで、翔子はどうやら工事と一緒にいたようです。工事は、お前、翔子の旦那だな。舐めた真似しやがって。お前がいくらあがこうと、翔子はもう俺のもんだから。残念でした。と、一方的に言い、いきなり電話を切ったので、僕はそのまま、義実家に電話をかけ、義父に、お父さん、すみません。これから翔子のところに行ってきます。翔子、不倫相手と一緒にいるみたいなんで、もしかしたら手が出てしまうかもしれません。先に謝っておきます。と言って電話を切り、翔子の元に向かいました。家に着いて中に入ると、二人は行為の真っ最中で、その姿を見た僕は頭に血が昇ってしまい、二人の結合部に向けて思いっきり飛び蹴り、ぬた打ち回っている工事の顔面にさらにパンチを何発か食らわせると、工事は意識を失ったようでした。そうこうしていると、家に義両親が駆け込んできて、血だらけの工事を見た義母が救急車を要請。工事の状態を見た救急隊から警察へ連絡が行き、僕は現行犯逮捕されたのでした。後で警察官から聞いたのですが、あの部屋から、いわゆる覚醒剤が見つかったそうで、僕も検査を受けることになりましたが、結果はもちろん陰性。逆に工事と翔子は陽性だったそう。翌日、接見に来てくれた弁護士さんの話では、工事と翔子の出会いは、とある居酒屋。そこで翔子は工事に薬入りの酒を飲まされ、ホテルに連れ込まれ、行為中の写真や、動画を撮られてしまい、やばいと思った翔子は翌日、工事に連絡をして、写真と動画を削除してほしいと訴えたらしい。しかし工事から、写真や動画を削除してあげるから、もう一度会おう。と言われて、おめおめと指定されたホテルの部屋に行ってしまったらしい。そして、案の定押し倒され、覚醒剤を使用されたことで、二
再び意識を失い、それからはその興奮が忘れられずに、日常的に覚醒剤を使用して行為に及んでいたんだそうです。しかし弁護士さんは、そういう背景があったにせよ、ゆうきさんは傷害の現行犯ですから、しばらく拘留されることにはなります。不起訴になるよう努力はしますが、前科がつくかもしれないということは覚悟しておいてくださいね。会社の方は義理のお父様が何とかするから心配するな、と伝えてほしいと言っておられました。と言って帰っていき、後日僕はなぜか突然不起訴になり釈放されました。迎えに来てくれた弁護士さんに聞いてみると、浩二さんのご両親があなたを訴訟しないそうです。それに浩二さんが覚醒剤を常用していたことで検察も起訴はできないと判断したんでしょう。よかったですね。ほんとラッキーですよ。いくらなんでもやりすぎでしたから、と言って笑っていました。翔子はあの後、両親から覚醒剤の治療病院に強制入院させられ、今は治療に専念しているんだそう。浩二は覚醒剤の所持、使用が立件されてしまい、さらに余罪も複数出てきたらしく、しばらく出てこれないんだそうです。浩二の悪事を聞きつけたマスコミが大々的に報じたせいで、浩二の父親は記者会見まで開く羽目になり、様々な方面への慰謝料は総額で数億円になると聞きました。あれから4年が経ち、今日、翔子が退院してきます。あの時の僕の飛び蹴りで、二人の生殖器は使えなくなってしまったそうで、僕はその責任を取って、これからも翔子と一緒に暮らしていくことを決めました。これからは昔のように、翔子と穏やかな日々を送っていきたいと願っています。